今日は6時までやります。テロップ書きますね。お腹すいた。お腹すきましたね。学校から帰ってきてからが一番お腹すくんですよ。でもね、私は、ダイエットをする。なんか70カカオが70%以上のチョコ？言ったらいいみたいな聞いたので、ょっとあのねこの食べます。ほんまにお腹すいた。なんか朝にはもうダイエットするみたいに言ってて、なんか配信で言ってたから私もしようと思って。私も弱いから。18時まで。何食べた？チョコ食べました。全部は食べないですよ。お疲れ様です。こんにちは。わいは開封したら全部食べて。食べて。え、わいは開封したら全部食べてしまう。一緒。めっちゃ一緒です。もうね。もう、一回やってしまえばもう取り返しのつかないんですよ。こんにちは。私も小腹空いた時、あさえちゃんと同じチョコ食べてる？やばい、めっちゃお揃いや。お揃い増えた。お揃い増えましたね。あゆみさんが、サイポンの AKB 新聞の記事喜んでくれてたね。あ、見ました。ね、お母さんのスマホで、見せてもらってるんですよ、いつも。嬉しい。嬉しい。給食は食べた？給食食べましたよ。今日はね、何だっけ。チキンカツと、チキンカツ出ました、今日は。今日はね、なんか予言目が早く終わって、その文化祭の準備みたいな。で、なんか早く終わって、もう途中から
準備してたんですよ。だからめっちゃ給食の時間長かったです、今日は。M 公園向かってます。おー、気をつけてください。押していいですか？押してください、もうそれは。もうそれは、押してください。お願いします。ラムネもおすすめですか？なるほど。ラムネ。アイス食べた。何味ですか？チキンカツ、僕も好きだよ。美味しい。美味しいよな、わかる。チキンカツめっちゃやばかったです。衣がめっちゃ美味しかったです。あと今日なんかね、何？メバチコできた。なんか昨日からちょっと目に違和感あったんですよ。でも今日朝起きたらなんか、メバチコ出てきました。出てきてました。あとなんか頭にもなんか知らん間にタンコブできてて、もうやばい。なんかタンコブできてました。みえもメバチコって言うんよね。そうです。でもなんか友達には伝わらなかったです。友達にはなんか、うん、まやけんちゃんさんとあさやさんのコメントがほぼ一緒や。あ、関西は言うんですね。僕の推しメンポンがつきます。STU48 さんのみゆぽんさん。NMB48 のしさいぽん？さいぽん？私ですか？嬉しい。ふんふん。サイポン今来た。あ、お団子さん。こんにちは。お、明るい。どうしよう。こっちの方がいいですか？ネバチコはへそに？そうしようって。絆創膏で止めとくと驚くほど治りが早いんやで。え？関係あるんですか、目に。サイポン推しの特典ありますか？特典？特典って何やろ？特典？特典？ゲーム、真っ先にサイポンジ、あ、カジュアルパーティーですか？サイポンのカード全部集め？私も、早く、自分をちょっと見てみたい。どんな感じなんやろって。食塩は絶対ダメ。めっちゃ染みてまう。確かに。あ、粗塩ね。うん、うん、うん。押すとさえまくる。あ、特典、押すとさえまくるです。あと、多分お団子が好きになります。私がずっと団子言うてるので。今日も、こんにちは。今日も元気そうですね。
感じがいいね。あ、ありがとうございます。今日、昨日お団子食べました。おばあちゃんからもらったお団子食べました。さえまくりですよ。グラサンかけないの？ちょっと待ってくださいね。グラサンは机をきれいにしてから。こんにちは。赤く食べたことないの？ないですね。三重県民やけど、ない。赤く食べたことある人、あ、投票で聞いてもいいですか？よし。結構反射する。結構反射する。やばいな。けど、団子よりお餅派なのです。あ、お餅派？お餅も好きですけど、お餅も好きですけど、でも、でもお餅も好きやけど、団子の方が、なんか企画とかやってもいいかも。うん。ショールームで。企画。何がある？団子は何が好き？みたらし団子が一番好きやけど。団子は、最近はみたらしです。ないですよ、脱ぎっぱの靴下なんて。多分スリッパですね。家で家でスリッパ履いてるんですよ。ワンちゃんの柄の。僕も京都やけど八つ橋食べたことない？ないかな。八つ橋ありますよ。八つ橋あるけど赤福ないです。赤福って2個入りだよね。そうなんですか？赤福。ちょっとまた食べてみますね。みたらし団子さっき食べたよ。え？ちょっと待ってください。ずっとミュート。いつからミュートでしたか？え？いつからミュートなってましたか？あれ？すいません。なんか知らんうちにミュートにしちゃってた。どこまで どこまで声聞こえてました？みたらし団子から？一本くださいらへんからですか？
ラジオですよね。ラジオは、聞いてめっちゃ嬉しかったです。一緒に食べに行きたいです。鈴鹿サーキットは行ったことある？ありますよ。運転しました。やっぱり、やっぱ、みたらしうまいよな。団子の一番下のやつどう食べて。一番下？一番下？串に刺さってるってことですか？もう横から、ワイルドに。横からね、ワイルドにね。マリオカートを使って配信してみるとかもいい？なるほど、なるほど。作るんですか？なるほど。私ちょっと不器用なので作れるかわかんないんですけど。何歳？ 13 歳です。ん？合ってますか？向き。13歳です。ミュートの時悪口言ってた。言ってないですよ。もう普通に喋ってましたよ。無音だったと思うんですけど。じゃあ、キャッチフレーズ。今日もキャッチフレーズしようと思います。いきます。君さえいれば、ハッピー。今日も冴えてる？冴えぽん。お団子食べて、元気で笑顔も冴えまくり。三重県出身、中学2年生、13歳の冴えぽんこと宮崎冴えです。よろしくお願いします。はい、横からです。いつも頑張ればいけるかと思って。そこはもう頑張るのはしてください。31？ 13歳です。31歳になってた？どないでっか、多分どないでっかですよね。どないでっか、10期生初めて。で、初めてキャッチフレーズ見たとき笑ってしまった。面白かったですか？面白いならよかったです。自己紹介のポーズって自分で考えたん？はい。自分で、動き大きく、見せたいから頑張っていろんなポーズを研究してて、これが出てきて、で、あきら先生に「それいいやん」って言っていただいたので、縫ってみて、サイポン縫ってみて。どうや、頑張るのはあれかな？トゥ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 ト
こんにちは。わ。サヤポンのポンは若ポンさんのリスペクト。そうですね。デイポンさんと若ポンさんが、候補生の時に、すごい気になってたんですよ。すごい、美女美しくて、美しくて、それで、ポンをつけようかなと。間の腕と膝曲げるポーズが詰まった。あ、そっち？そっち？これと、これ？そっち？あ、これもか。これの膝か。あ、これか。これ、これ、こっちどうだったんですか？ソーラン節が好き。あ、ソーラン節好きですか？と、今日、公園で今ナンバーついた。おお、ナンバー頑張るのはみおちゃんのが大好物なんやけど、サイポンのなかなかやね。なかなかですか？そういうのは村瀬再三ライセンスを使えば。いやーでも、名前かぶったらあかんので、ポンにしました。サイポンも早く公演デビューできるといいね。そうですね。もう、10期では公演デビューしてるのが、先輩と出演してる、する予定としてるのは、ユーリンとトマちゃんと来るね。こんにちは。ふんふん。と、非常口のポーズできるかな。非常口のポーズじゃないですよ。ジョーちゃんもっと焦ってますから、焦って、急いでるから。じゃあ、コツン使っていいからね。コツン。朝にゃ。朝にゃ。今日は、今日で、公演268回目？え？ 268？268？ もう結構っていうレベルじゃないです。もう邪魔すんで、邪魔すんのなら帰って。バチバチよ。メラメラでサイポン見てみて。喋れるかな？喋れるかな？バチバチとメラメラで。
劇場デビューできたらいいね。頑張ってね。ありがとうございます。ちひろのスポーキンで動き変やったけど、ちゃんとクライミングできてたね。ちひろね、もう、できる。ちひろは本当にできる子。めっちゃ上から目線みたいけど。なんか普段の動き変な時もあるんですけど、で、なんか、すごい、運動すごいできそうな感じが。ご飯食べるね。何食べるんですか？サイポン、グッドスプーンさんには行く手はないのかい？いや、私は行こうと思ってますよ、ちゃんと。でも、まだ迷ってます。いつ行くか迷ってるって感じです。ゆきのさんとこののんが一緒に行ったのは意外やったな。いや、私もね、びっくりしました。なんか、オンラインお話し会の日に、なんかこののとゆきのさんが喋ってて、おーって、なんか、行こうな、みたいな、言ってて、えって、びっくりしました。サイパンの大喜利やビリビリ。興味しかわかん。え、大喜利？私、大喜利できますかね？ YNN とかも出てほしい。出たいですね。いや、でも ねえ、YNN さん出たいですけど、私は、お化け屋敷に行きたくないので。妹になってください。妹？私、長女なので初めて妹になりますね。ちひるん、普段の変な動きしか見たことない。言動も変やし。確かにね。ちひるんはなんか、たまにすごい動きしてます。たまにすごい動きしてますけど、でも、なんか、前の周年コンサートの、ここにだ天使がいるの曲はなんかすごいめっちゃ上手で、なんか、ちひるん自分の動きがね、なんか納得いってないらしいんですけど、すごい綺麗やったなって、めっちゃ上手で、この手のとこがめっちゃ綺麗でした。おいしい。なるほど。セッポ、水色似合うね。ありがとうございます。これは見せる時が来たようだ。イカスキャンプ天国。
はい、これはキャンプ天国の時の T シャツです。サイポンめっちゃちゃんとかな、常識人やから余計に周りが変な人に見える。え、でも私あんまりちゃんとしてるって言われないですよ。ともちゃんからはなんか何するか分からへんから怖いってなんか人間の中でなんか一番怖いみたいな。苦手と言うとやらされるかも。それがは言えないのですから。まあでもお化け屋敷は夏ですよね。こんにちは。サイポンも数年後には埼玉呼ぶより、ちょっとサイポンでいいんですけど。こんにちは。ジヒルの第一印象は？ジヒルの第一印象は、何やる？画面というか、画像で見たとき、ショールーム審査の時に、画像をあったじゃないですか。あそこで見たのは、なんか、優しそうで可愛いと思いました。なんか天使みたいな子やなって。めっちゃ可愛いってなりました。年末には、はい、24時間。24時間、すごい、すごそう。すごいすごそう。大喜利を狙うんで素直に答えたら、面白くなりそう。素直に？素直にいきますか。今仕事休憩になったので遊びに来ました。ありがとうございます。かまどさん仕事頑張ってください。朝にゃの妹さん赤ちゃんだったけ、え、朝にゃ妹い、え、朝にゃ妹いるんですか。募金出るのは何のスポーツがいい？ん？何やろう？え、弱いけど、めっちゃ弱いんですけど、ドッジボール。ジヒルンの聖地、巡礼かな？のブログ見たら、めちゃくちゃスタイル良くてびっくりしたよ。普段ジャージやのに。ジヒルめっちゃ足長い。足長くて、しかも、細くて。めっちゃさ、めっちゃ、もうお腹薄ってなりました。めっちゃ上半身薄い。お腹薄くて。お疲れ様です。なんだか全部食べてもらうきゅうな。あとどんだけや？あ、まだいけますよ。まだいけます。ふんふん。
いけます。まだ大丈夫です。京丹が、サイポンが毎日配信してるから、配信してて可愛いね。見ました、私も、ブログ。可愛すぎましたよ。人間の中で一番怖い。えぐい。もう、なんかでも嬉しかったかも。嬉しかったかも。虫を食べさせられます。やばいなぁ。そうね、人間の中で一番怖いんや。今から敬語使いましょうか。ともちゃん。ともちゃん待ってるよ。宮崎さえが言いそうなこと。あれ？ジヒルンじゃなくなってる。さえ選んで宮崎さえよ。もうダジャレじゃなくなってる。あゆみさんがサイポンを気になるメンバーにアミヤヤさんを選んでたの、喜んでくせにポストしてたね。お母さんと一緒に見ました。あゆねのはヤギ汁飲まされるん、いやなかったな。みゆさんも覚えてなってたで。ヤギ汁、どんな味なんですかね。最近毎日配信してるんやね。そうですよ。今日でちょうど、今日でちょうど10日目かな。妹いうのを同期でも知らなかったのね。なんで覚えてなかっただけかな。絶対可愛い。絶対可愛いですよね。こんにちは。アサニャの妹2歳。2歳。まだめっちゃちっちゃいじゃないですか。2歳。まあでも京都もそんな2歳と変わらんね。変わらんですね。ジヒルの第一印象は、でかいって思った。だってフータンと立ってたらより高さが目立つ？いやでも、身長は高めやなとは思ったんですけど、やっぱそれより私は可愛いと思いました。今更だけど、アミヤヤさんの2人といっぱい話せてる？いや、いっぱいではないですけど、少しお話しさせてもらいました。させていただきました。後ろのドアめっちゃ小さく見えるんやけど、部屋広いん？え？なんだろう。でも私が多分画面に近づきすぎっていうのもあると思います。ちょっともうこんなんですから。お腹が空いて表現初めて聞いた。え？言いませんか？チョコをちょこっと。チョコをちょこっと食べます。まあ食べ過ぎやな、でも良くないですから。ドッジボールはノールックに投げた当たりかに当たる。え、そうなんですか？ノールック。とりあえず投げますか？サイポンの第一印象は可愛い子って、寒暖差？ジヒルめっちゃ食べるのに、
なんで、そんなスタイル、やちひるめっちゃ食べるわけじゃないと思うんですよね。まだいけます。まだセーフ。ドッジボールはマコチさんがすごいから、いや見ましたよ、キャンプの。えぐかったです。すごい、なんか取ってから投げるまでの速さがもう、えげつなかったです。こんにちは。もうすぐ牛タンタイム？ほんまや、もう42分。早い。早いですね。さあ、やっぱ何のスポーツが一番得意ですか？あ、得意なスポーツはね、ないですね。ないですね。得意なスポーツ、ちょっと、ないです。こんにちは。ハッピーメリークリスマス？ん？あれ、ちょっと待って。間違えた。ちょっと画面に映ったんですよ。わあ。あ、ハッピーハロウィン、ありがとうございます、ともかずさん。ちょっと、画面にね、いただいてコメント読んでたら、画面になんか、ポワーンって出てきて。こんにちは。でも、怖い人結構いるで。いや、ゆうみさんは、そういう多分怖いじゃないんですよ。私の怖いはなんか、想像できないみたいな。想像、何するかわからないみたいな、そういう怖いらしいんですよ。そういう怖い、みたいな。いや、でも私は友達の一番になれたので良かったです。サイポンの第一印象は可愛い子って感じ？チヒルのですか？私ですか？私？皆さん私の第一印象とかってありますか？快速サイポン追いつけ。今39分。あ、5分。今日は5分に収めれてる。10、10日連続。えらいな、時間はバラバラ。時間バラバラです。いや、まだ言うて10日ですので。各駅停車サイポンか。いや、今日は特急サイポンです。今日は特急サイポンやらせてもらってます。サイポンは弟がいるんやったっけ？そうです。下に2人います。もう2人もいたらね、もう賑やかですよ。もう配信するときはね、配信するから静かにしといてって言ってます。2歳ならサイポンと同い年からなんてね。いや、同い年はね、京都ですから。京都は本当に2歳ですから。牛タン間に合った？牛タンに間に合った？あ、牛タンに間に合ってますよ。こんにちは。日高浩二さん。こんにちは。JC が JK 可愛いとか。いや、JK は、もう、可愛いですから。JK は、本当に。JK やばいですから、本当に。と、10期以外、かっこ先輩で仲良くなりたいメンバー誰ですか？え？そんな、皆さんです。先輩、皆さんと仲良くなりたいです。でも、でも、あみたんさんとか、あゆみさんとか、その、同い年とか、同じ中学生の、さっこちゃんさんとか、喋りたいです。
まこちさんは確かにえげつない。いやもうね、プロですよ、本当に。ボール受けてから投げるまでの間が見えないくらい早かったです。シュンシュンって感じで。私はまずキャッチもできないし、まずキャッチしたとしてもそっから投げるのに慌てます。あ、なんかキャッチできたってなって慌てます。石山千尋が言いそうなこと。あ、来た、来た、来た。え、ちょこっと。そうやって太っていくんやで。超怖い。もう。第二の千尋ですね。あゆみさんも似顔絵が得意やから、今度お互いに掛け合ってみたら仲良くなれると思うよ。そうですかね、私。ね、なんか似顔絵ね。似顔絵。描けますかね。そんな自信持って得意ですって言えないですけど、私は。得意なスポーツありません。あっさり系。意外とね。得意なスポーツありますかって聞かれて、私はいつもないですって言ってるんですよ。いつもないですって言ってます、私は。ちょっと眩しいかな。これくらいがいいか。ライト。サイポはなんか、引きつけられる。引きつけられる魅力がある。本当ですか？ありますか？魅力。はじめまして。サイポンってサンリオのキャラ何が好きですか？僕はシナモンロールです。50過ぎやけど。あ、シナモンかわいいですね。私は、ポチャッコが好きです。電車でみーちゃんがよくするの。え、なんで知ってるんですか？みーちゃんの配信で。電車でとやっぱ出会うんですよ。出会ったら、絶対見つけます。え、雷神将かわいい？え？そんな初めて 初めて言われましたよ、第一印象。かわいいって。ありがとうございます。怖さが違うんか 私はホラー系。私は多分ね、そっちだと思います。ホラー系の方やと思います。弟2人、そうです。牛タンタイマーは55分くらいかな。そうですね。牛タンタイマー55分くらいから始めます。3兄弟全員同じ顔とか。やばいやばい。もう見分けつかへん。と、男の子？そうです。弟2人です。いろは、ともちゃんの一番になれたやと、絶対ともちゃんいろはのもんやからな。いろはには叶いません。さやぽんの第一印象は三色団子が好きな子やな。ああ、確かにずっと団子言ってますからね。そりゃ皆さん、いや、けど特に、私はいるでしょ？いや、私は若ぽんさんとおしゃべりしたいです。さくちゃんさんは、中3で1歳しか違わないよね。そうなんですよ。さくちゃんさんは来年高校生やね。関係ないけど。同じ中学生なので、お話ししたいです。はじめまして。最近派手にやっちまった出来事、最近派手にやっちまった出来事は、いっぱいあるから選べへんかも。そりゃいっぱいありますよ。なんやろ。なんやろな。
いっぱいありますよ。ほぼ毎日かな。ほぼ毎日かな。何やろう。派手にやっちまったこと？ なんかパッと思う、出てこへんの？何やろ？派手にやっちまった出来事？ありました。私、文化祭で、なんか、演技じゃないんですけど、なんか、コントっぽいものを挟むんですよ。最初のオープニングで。そこで私がハリセン持って登場するんですよ。そのハリセンを、こう、ぶん回しながら登場するんですよ。その練習をしてたんです。練習をしてたら、その練習中に、そのハリセンをぶっ壊してしまったことですね。小中学生メンバーでしたい曲あります？したい曲？いっぱいありますね。虹ももう一回やりたいですし。あとは、あとは、でも虹ももう一回やりたいです。楽しかったです。でも明るい感じの、明るい感じの曲やりたいです。めっちゃ抽象的やけど。僕もぼちゃっこ好き。あ、一緒。一緒です。あと1分で牛タンタイムや。可愛いのに、写真集、レイさんの写真集、頭に乗せて、ソーラームシーギャップがさらに可愛いってなった。なるほど。いや、あれね、もう本番、落とさなかったのほんまに自分でもすごいなって思いました。牛タンタイムは、壇上を読むんですよ。で、その時のドラムロールをやってたら、なんか、牛タンみたいな 牛タンって、牛タンみたいな感じで、コメントであって、それで牛タンタイム、もう牛タンっていうことにしたんですよ。それで牛タンタイムと名付けました。名付けてもらいましたかな？どっちやったっけ？ 若ポンさんか、もしユニット君に組んだらポンポンやな。ポンポンかわいい。おじさんいいけど、ぽちゃっこの T シャツ着て劇場行ったら、メンバー受けよかったからしばらく着ていった。もう、あれですね。もう、劇場に行くときは、それが、ノーマル衣装みたいな。こんにちは。あ、牛タンタイムしますね。いけたいけた。じゃあ、牛タンタイムしようと思います。いきますよ。牛タン13、構造さんありがとうございます。牛タン12、MM さんありがとうございます。牛タン11、よいちさん、ありがとうございます。牛タン、タイムファイヤーさん、ありがとうございます。あ、ランキング変わっちゃった。牛タン、牛、マッキーセブンさん、ありがとうございます。牛タン、8、ケンティさん、ありがとうございます。牛タン、
ポンポコさん、ありがとうございます。ラッキーセブンです。牛タン、高人さん、ありがとうございます。牛タン、ご、アサヤンさん、ありがとうございます。牛タン、4、日高浩二さん、ありがとうございます。牛タン、トマトさん、ありがとうございます。牛タン、ドッシーさん、ありがとうございます。そして、そして、次は、ジュルルルル、ペレーン、トモカズさん、ありがとうございます。はい、これが牛タンタイムです。そして皆さん、今日は何の日だと思いますか？今日は何の日だと思いますか？ペペーン、そうです、ペペーン。なんやろ。なんやろ、なんやろ。何やと思いますか？ヒントは前ちょっとね、あ、よし、テロップ、あ、テロップ変えられなかった。とても気にしたのに。この間卒業した、宇野瑞希さんの誕生日、そうです。そしてもう一人もいます。もう一人いますね。もう終わりで、あ、ほんまや、ほんまや。今日はあきら先生の誕生日です。はい、似顔絵描いたんですよ。そうです。はい、そうなんですよ。前ね、みーちゃんの配信で似顔絵描いてたんですよ。はい。おめでとうございますですね。あ、じゃあ、今日の配信、ありがとうございました。あ、みんなで似顔絵ね、描いてないですね。ありがとうございました。それだけ、それだけね、言おうと思ってたんですよ。はい、激ムズクイズだった。じゃあ配信終わろうと思います。ありがとうございました。